さあ、前置詞は基本的に名詞と組み合わされますけれども、実は前置詞の目的語になる要素は非常に自由度が高いんですね。様々な語句を自由に結びつけてみてください。 A からいきましょう。 Our situation went from bad to worse。 状況はさらに悪化した。 bad、 悪いという形容詞、そして worse、 その比較級ですね。 from の後ろには形容詞が来ることもできる。 to の後ろには形容詞が来ることができる。前置詞プラス形容詞のコンビネーションですね。 B. He lived in Paris until quite recently. 彼はかなり最近までパリに住んでいたというわけです。 quite recently、 もちろん副詞です。それが前置詞 until の後ろに来ているというわけですね。つまり前置詞の後ろに何が来るかというのはですね、いちいち暗記しなくてもいいわけです。意味さえ通ればどんな要素でも構わない。それが一つの基準となるでしょう。 E 行きましょう。 Your success depends on how you make decisions。 あなたの成功はどのように決断するかにかかっている。この on の後ろは疑問詞で始まる説ですよね。様々な要素を自由に置く、それが皆さんの前置詞の上手な使い方につながっていきます。